なんすかなんだよなんだよなんだよ、呼び出してよ。紫抜け落ち、ただの茶髪ゴリラ。こいつが呼び出すってもうあれしかないじゃん。あー、俺分かったわ。一週間企画終わりまして、次の一週間企画、はい。もう僕はやらせるものを用意してます。ST スタジオというメンバーに、野菜嫌いがいいです。野菜嫌い、はい。まあずっとこうやってね、飯メンバーと食ってきて、こいつ野菜食ったこと見たことねえなーって思ってたんですよ、ずーっと。今回の一週間企画、一週間野菜生活。人間にとって野菜って大事なものなんです。ビタミンがね、豊富ですね。それを怠ってるやつ、お前だ。やっぱりまあまあまあでしょ、まあまあまあでしょう、ね、お前だノリ。吉野はよく僕ら行くじゃん。で、こいつ牛チゲラメゼン食うんですよ。野菜一回も食う。野菜いっぱい入ってるよね。俺肉だけ食って渡す。そうなんですよ。大輝に。そう。じゃあお前らあれか、なんかラーメン屋行って、ラーメン屋こうグツグツするな、あの風船も食うのかお前。そういうことやぞ。野菜がこいつ、出し出していいじゃない。発言で野菜が出しかも最近打率低いでしょ。あ、これ野菜足りない。野菜足りない。これって野菜が足りない。そう、1週間の間野菜生活頑張ってください。でも最近やってなかったからマジでガチでガチで。はい、今日は伊勢麺にやってきました。いやーね、最高だ。今日は行くよ、行っちゃいたいと思いますよ。失礼します。はい、こちらサラダでーす。いやー、まず行こうかね。はい、始まってるやん。はい、あ、これか。あ、違う違う違う、エビ、エビ、俺食う。まあ、そうそう、まあまあまあ、エビ、エビ、エビ、あ、うまい、エビ、最高、エビ、うまい、エビ、うまい、プリプリ、エビ、うまい、プリ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 、うまいな。ダイエット、俺がダイエット企画中、お前も食ってただろ、うまそうに。どう、お前、あ、ほら、見て見て、どうじゃん、どうじゃん、見て、トリカーポンズ。あー、うぅー、でも美味しいし、これまだ1日目だよ、お前あと6日あるんだよ。全然良い、全然良い。おい、おい、したら、はい、どうせこれ4日目ぐらいだときつかってくる。東郷智則の好きなものだけ食べてみた1週間という。そんなんちゃうよお前、ね、嫌いなんだろお前。食べたいもの、おいバカ、食べたいものといえばうどんですね。うどん食べていきたいと思います。食えるかお前、誰が見てんの。きつくねえよ全然。今日食う野菜を紹介してくれ。今日はうどん食べてくる。食わねえよお前。うどんって野菜に認められたんじゃない。野菜じゃねえよ。ボンリさんは何ですかこれ。ぶっかけうどんとあと天ぷら頼みました。うわ、うどん一番好きなのよ。はい、あれだ、ショレギサラダ。ショレギサラダね。そしてこちらですね、野菜ジュースでございます。いいね。なんでそんなそもそも野菜が嫌いなわけ。食感が鬱陶しいよね。どう思いますかボンリさん、この野菜嫌い。24にもなって野菜嫌いで。よくないと思うよ俺。よくないんだよ。いただきます。ボンリーナと仲良く食え。あー、おー、ショレギ。全然ね、今回制限ないもん。はい、別に痩せるあれもない。そうそうそう、別にもうトマトとかいろんな野菜食ってもいいし。トマトスパゲッティは OK。 ダメですね。なんで。麺だから、でんぷんだからさ。うっせえなお前、さっきからな。うっせえなお前、すする音がよ。トリさん、2日目ですけど、これご飯ついてるじゃん。中のもしか食っちゃうな。キュウリだけね。この夜飯決めたら誰。これ食え、カッパだけな。いや食えないでしょ、最悪やわ。あー、いいね。おお、何も付き合いで食うんだ。すごいこの殺風景。まあ僕たちはね、普通に寿司をいただきますかね。せーの、いただきます。おー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 。うわ、玉置浩二みたいな顔してる。あ、くつえですね。やばい、玉置浩二だ、玉置浩二。玉置浩二だ。はい、せーの。マイナスだけどマイナスプラスだから。はい、おお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 腹にたまるもの全部食べてないの。まあまあまあ、わかる。食べます。はい、召し上がれ。体が勝手に踊り出す。うまい。おお、いいね。はい、ターボさん。ああ、
やっぱり野菜生活だから飲むものも野菜ジュースですね。よくってやめろ。でも野菜生活5日目でございます。お待たせしました。おー、来た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 。マジっすか。めっちゃゴリゴリです。海苔特製やこれ。ゴリゴリのサラダ来た。食い、いいっすか。やばっ、もうほら腹減ってしょうがない。めっちゃいいやん、サラダ。いいなぁ。いただきます。うらやましい。うらやましいわ。いやもうね、この状態のサラダもうたまらないんじゃん。もう野菜嫌いでもなんでもないでしょ。うわっ、やばい。うまっ。こんなサラダにリアクションするとなかなかいないけど。え、ドレッシングうまっ。はい、トマトトマトトマト。トマトは大丈夫。無理無理無理。トマトの美味しさに気づいてほしいんだよね。けどうまい。おお。あのハンバーガーみたいな海苔。めっちゃ食える。シャキシャキ。マジだ。あ、すっごいトマトった。ああ。来た。どうもこれ。あと2個食べな。全漬け作戦。おお、超大事ね。もうそれはもう濃すぎじゃん。これはもう。それじゃもう。逆に山友達にするよ。うまい。革命起きた。え、本当にすごい。本当にすごい。あれ、なんもない。トマトなんもない。ええ。あれ、じゃあもっちゃん全部行こうか。全部行こうか。いけるいけるマジ。そんなね。マジすごい。なるほどね。おお。めっちゃうまい。マジ。はい、見てください。やばい。なんか野菜しか食べれない人いるみたいで、なんかすごいかもしれないですけど。クリリンのことか。香りがすごい。匂いじゃない。マジでやばいそれもう。え、ちょっと。これはやばいぞ。これやばい。地獄。あげるわけなかろうが。ズルしちゃうの。うん、まあします。はい、しちゃうんだ。ああ、しますします。もうね、6日目なのよ。しないっす。さすがに。ステーキ、ステーキ。ああ、ありがとうございます。ステーキやる、それ。葉っぱじゃ。どう食っても葉っぱ。なんもついてないもん、今。ひどくない？タレぐらいつけてほしい。葉っぱじゃ。いや、そんなわけないし。野菜生活大げさ。うん。葉っぱじゃ、葉っぱじゃ。ここにちょっとつけて、あ、これうまい、これうまいよ、絶対。葉っぱじゃ。大まがいても葉っぱじゃ。はい、それで週刊企画、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 早いわ。許してねえよ。俺が主役やねん。おい、野菜生活7日目が終わりました。終わったよ。克服したか野菜ってやつを。お前はもうより一層嫌いになって。なんでやねん。嫌でしょ、ずっとサクサクしてんの。まあでもキュウリとか食ってたしな。うん、マジで無理。あ、マジで無理だった。本当に無理だわっていうのを再確認したと。ああ、じゃあ特に変わらんかった。でも頑張ればトマトいける。おお、トマトはいける。おお、やっぱ体調はいい。めっちゃ便秘。でもなんか睡眠はいいとか言ってます。肌の調子はいいよ。肌がいい。肌はいいですね。やっぱりビタミンがすごいから。どうよ肌。まあまあ汚ねえな。ガサガサだね。やらない方がいいよ。ガサガサ食うなお前ら。程よくってことですね。そうそうそう、やっぱりね、いろんなバランスが大事だと。でもこれを得て僕は毎日サラダは食おうと。おお、思いましたね。めっちゃガチや。ガチガチや。これはいい。これに感謝してな。野菜生活これから始めるぜって時はもう最終日絶対これ聞こうと思ってたんだけど。ないないない。今何食いたいですか。本気で気持ち悪い。今ので食欲なくなったもん。なんでやねん。なんでじゃん。じゃあ今何食いたいか教えろって。白ご飯。まあこうして次はね、また海苔以外誰が犠牲。次は俺が決めた。なんだろう、絡みづら。週刊企画頑張ったと思いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういいんですか。まあラスト別に一言言ってもいいですけどね。ああ、言っちゃってくださいよ。もう野菜生活終えて。おい、ベジタブルランブル最高峰のやり方です。どうもベジタブル王子。肉食え。